出庫、出庫、ディッキー出庫 GMBH&CO、KG は、かつて、ドイツにあった独立した、模型、玩具メーカーであり、現在は、ドイツの傘下のミニカーメーカーブランドである。ドイツ南部のニュルンベルクに創業し、テディベアやゼンマイ仕掛けのブリキ玩具、自動車模型などを製造していた。後に、倒産や買収を経て、 ガングメーカーのジンデリッキーグループに入り。テリベアや自動車模型のバリアントやピッコロなどで有名。日本語では主公、主孔、修孔などと呼称される。1912年、ハインリヒ・シュライアー。ハインリヒ・シュレイヤーと以前ビングで技術者をしていたハインリヒ・ヒ・ミュラー。ハインリヒ・マラーによって、シュライアーガング社、スピールズグ・フィルマ・シュレイヤー &CEO。CE 創業された当初は、のぬいぐるみを主に製造した。1918年、シュライヤーは第一次世界大戦に従軍した後、会社を退いた。代わりにミューラーはアドルフ・カーン、エイドルフ・カーンと組み、会社は存続された。1921年に発売されたブリキ製のゼンマイ仕掛けの小鳥の玩具、ピックピックは、 1960年代までに2000万個が販売された。1924年にシュレイヤウンと CEO を短縮して出庫、思考と解明した。1936年、テーブル上で走らせても、円で自動的に曲がり下に落ちない機構を持ったゼンマイ仕掛けの自動車模型とメルセデス・ベンツのシルバー・アローの精密な自動車模型が発売され、ベストセラーとなった。 当時の従業員数は100名であった。1939年、ニュルンベルク法の影響で、ユダヤ人であったアドルフは会社を退き、アメリカへと渡った。第二次世界大戦後は、ガイドレールに沿って走るゼンマイ仕掛けのバリアントシリーズ、ベリアントを主にアメリカ向けに製造した。その頃の従業員数は800名であった。バリントシリーズは、けで、 車体底部に設けられた走行用車輪とは別の車輪で走行する路面に貼られた金属製のワイヤーロープをガイドレーとして走る自動車模型であった写真参照。1958年にハインリッヒ・ミューラーが死去し、息子のベルナー・ミュラー、ベルナー・マラーが後を継いだ。同年、それまでブリキをプレス加工して作られていた自動車模型に、 新しくアエン金製大代ガスト成形のピッコロ、ピッコロシリーズが加わった。ピッコロシリーズは、ホスケール、1、90スケールであった。ハインリッヒ・ミューラーの名のヘルタ技術、ウェルタガーズは1948年にヘギ、ウェルタガーズ &CO を創業し、テディベアを製造していたが、1960年代には、ヘギのテディベアを、趣向で販売た。また、 ヘルタギルツの夫のアレクサンダーギルツ、アレクサンドル・ガーズは、ベルナー・ミュラーと共に主行の経営に携わった。1976年、売り上げが落ちたため、イギリスの複合企業体であるズンベーコンベックス、マルクス社、DCM 社に売却された。1980年に DCM 社が倒産すると、フィルトのガマ、ジョー・ギャラム・マンゴールド、ジョージ・マンゴールド・ GMBH& COO グループに買収された。1993年にガマグループのトリックスと合併し、トリックス思考有限責任会社、トリックスシュコジエンビッチ &CO となった。1996年にはトリックスの業績悪化により、トリックスから独立したが、1999年に人はディッキーグループに買収され、ディッキー思考防止会社、 デッキー出庫 GMBH&COKG、OK、となった。1976年以降は、テディベアの製造は、背景、平景に引き継がれたものの、DCM 社へは、ブランド名だけが存続された状態で、1990年代に一部の製品が復刻されたのを除き、かつての玩具、模型の多くは作られていない。創業時からの製品と、 ジンバ・はリッキーグループ参加にて扱う製品を記す。1921年のライプツィヒミ本ンで、尻尾のスイッチで首が上下左右に動かせるイエス・ノーシリーズが発表された。25から60センチメートルの6種類の大きさで発売され、パターンテッドイエス・ノーウェアーとして知られている。1950年頃にイエス・ノーシリーズのトリッキーイエス ノーベアが発売された。大きさは7種類で、これは腕を上下に動かすことができた。1924年頃、ピッコロシリーズ、ピッコロ、後年の自動車模型とは、関係なしとして9から15センチメートルの製品が発売された。1927年にはハンドバッグに入るサイズのコンパクトシリーズ、コンパクトベアーズが発売された。1954年、 9トルの大きさのヤヌス、ヤヌスが発売された。これはテーブに設置されたノブを動かすことで、2種類の笑い顔が再現できた。1936年から各種の模型が作られており、世界中にコレクターが存在する。ジンバ・ディッキー参加において展開されているスケールは1、18、1、43、1、87などである。 完成品の材質は主に亜鉛合金で、ダイカスト成形にて製造されている。完成品の他に、キット製品のスタジオシリーズ、シュッコスタジオやプラスチック製のラジコンも発売している。かつてはブリキをプレス加工したものが主流であったが、1958年に発売された190スケールのピッコロ、ピッコロシリーズ以降は、ダイカスト成形による 亜鉛合金製の製品が主流となった。1960年代には一時期1、66スケールのダイカスト成形の自動車模型が発売された。バリアントシリーズは、ゼンマイ仕掛けであったが、後に電動仕様も登場した。バリアントシリーズの特徴として、地上に設置されたワイヤーロープをガイドレールとした走行だけではなく、 地上のワイヤーロープなしで、車体上部に接続されたワイヤーを伝っての手動、優先方式での遠隔操作による走行も可能であった。1990年代には、かつてのピッコロシリーズを1960年代、当時の製法で復刻発売し、2000年代以降も生産が継続している。これらは、亜鉛合金製の車体に塗装が施されているが、パッケージ。 構想方法が貧弱なため、扱い方によっては塗膜を痛めることがあり、取り扱いには注意を要する。アイカスト成形による鉛合金製の旅客機の模型で、1976年以降は、シャバックに引き継がれたが、2006年からは、主公ブランドにて発売されている。スケールは1、250や1、600などである。1960年代に、 アメリカ向けとして、電動のアルベーグ式モノレールが発売された。これは1、90スケール、ホスケールで、アナハイムのディズニーランドに設置されているモノレールを製品化しものであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。